こんにちは、のり太郎です。前回の動画の反響がすごくありまして、その中で金のインゴットがなぜダメなのかというご質問をいただきましたので、今回はなぜ金のインゴットがあまりおすすめではないというか、何が危険なのかというお話をしたいと思います。なぜ金のインゴットがおすすめではないかと言いますと、前回も言いましたが、一番はマイナンバーに紐付けされているからです。一方、アンティークコインなどのコインはマイナンバーの紐付けがありません。アンティークコインは言ってしまえば、こういったコインと一緒で、これタイの10バーツコインですが、分かりやすく例えるなれば、日本で言えば100円玉がマイナンバーと紐付いていないように、マイナンバーなどの概念すら存在しない頃から存在するものであり、その全ての存在を把握してマイナンバーと紐付けすることなんと、到底不可能ですよね。それはものすごい違いなのですが、この違いお分かりいただけますでしょうか。そんなの、税金で言えば脱税せずにしっかり税金対策すれば一緒でしょというのは、税金に関しての、ある一面だけ見ればその通りなんですが、本当の問題はそこではなく、じゃあなぜ金のインゴットだけマイナンバーの紐付けがされてしまっているんですかというところです。銀とかプラチナ、その他の金属のインゴットにはそういう縛りはありません。それではなぜ金のインゴットだけがマイナンバーと紐付けされているんでしょうか。表向きには税金逃れをする悪徳業者とか、そういう対策という理由だと思いますが、本当の理由は違うと思います。分かりやすい例を挙げますと、わずか91年前の1933年4月5日、フランクリン・ルーズベルト大統領は金の保有を禁止する大統領令61025に署名しました。ウィキペディアによると、当時アメリカ人は保有している金貨、金地金、金証券をわずかなりを除いてすべてドルと引き換えに強制的に没収され、違反した場合は多額の罰金や懲役っていうのが課されたとあります。さらにこの大統領令が1974年まで廃止されなかったということで、100年足らず前のアメリカでは金を保有することは違法だったのです。日本でも戦後に財産税が課されたりして、全ての財産に課税されて没収された、金も没収されたっていう歴史があるわけです。金とはつまりそういうものなんです。つまりそのためのマイナンバー紐付けということではないかと思います。台湾有事がささやかれる中、そんなこと起こるはずもないと言い切れるでしょうかというところです。それどころか戦争だけではなく、先日あったようなパンデミックでも緊急事態という理由で何でもされてしまうのではないでしょうか。現にマイナンバー紐付けは個人の銀行預金口座まで及んでおり、政府の言うことを聞かなければ、簡単に預金口座の凍結ができるようになってしまっています。そして今回の衆議院議員選挙で自民と公明党が大敗しましたが、憲法改正により緊急事態条項というのが今後盛り込まれてしまうと、カナダで起きたようなこんなことが簡単にできるようになってしまいます。カナダ首相、緊急事態法を初めて発動、コロナ規制への抗議デモ対処でということで、カナダのトルドー首相が2022年の2月15日の記事ですが、コロナワクチンに反対するデモに対してこの緊急事態法というのを発動したということです。そこで書いてあるのが個人口座の凍結可能にということで、ここちょっと読みますと、クリスティア・フリーランド副首相は14日記者会見で、銀行は裁判所命令なしに抗議行動に関連した人物の個人口座を凍結することができると説明、デモに関わった人物の自動車保険も停止できると付け加えた。でまた、抗議デモを止める取り組みの一環として、テロ資金調達に関するルールを拡大し、暗号通貨とクラウドファンディングプラットフォームにも適用できるようにしているとした。
ということで、最後にさらっと恐ろしいことが書いてありますが、暗号通貨とクラウドファンディングプラットフォームにも適用できるということを言っています。まあ、つまり資産防衛の観点から見て、まあ、暗号通貨でさえも個人情報と紐付けされている時点で簡単に凍結されてしまうリスクがあるということです。そういう観点から見ると、株式や債券、ETF などの金融資産は同じ、まな板の上の鯉じゃないかなと思います。もちろん金の ETF も金のインゴットも、これからもしものことを想定するとやはり資産防衛の観点からは弱いと言わざるを得ないんじゃないでしょうか。ということで、資産の一部をこういう紐づかないコインですね、とかアンティークコイン、こういったものに変えていくことがいかに資産防衛の観点で重要なのかがお分かりいただけましたでしょうか。なので金を持つ場合はなるべくマイナンバーに紐づかない小さなものとか、5グラムとか1グラムとかですね、そういう小さいものとか、あとはメイプルリーフ金貨とかウィーン金貨なんか の、 プレミアムはちょっと乗りますが、地金価格に近い地金型コインは、現金で買えたりしますので、なるべくそういう方に資産を移していくようなポートフォリオを組むといいんじゃないかなと思います。それとやはりマイナンバーや個人情報に基づかないこのアンティークコインとかモダンコインっていうのは資産防衛の観点から見てもかなり優秀なことがお分かりいただけましたでしょうか。じゃあどこで買えばいいのかというのは、もちろん私のオンラインショップにおすすめのコインがありますし、日本には数々の非常に優良なコインショップさんがありますので、教えてほしいという方は、LINE でこっそりお伝えいたしますので LINE などでご相談ください。ただご注意いただきたいのは、さっきのメイプルリーフ金貨とか地金型の金貨は別ですが、くれぐれもこういったスラブケースに入っていない裸のアンティークコインを、メルカリとかヤフオクとかで買うのだけはやめていただきたいなと思います。ほぼ間違いなく失敗します。そして今最高のコインが欲しいという場合は、私のショップのアンティークコインコンシェルジュサービスというのをご利用いただきますと、ショップにあるもの以外に、ご予算に合わせてその時入手できる最高のコインというのをチョイスしてお届けいたします。でまたコインのこと、あとお金の本質、税金のことなど、いろいろ学びたいという方向けに11月からアンティークコインオーナーズクラブというオンラインサロンの、メンバーを募集しまして、本格的に始動するのは12月1日からオンラインセミナーを開始することとなりました。オンラインセミナーは YouTube などではお話しできない、濃い内容となっておりまして、なぜお金が、くだらない資産という現金から変えないといけないのか、これからの世界の通貨はどうなっていくのか、それでは資産をどう守っていけばいいのかと、で出口戦略はどうするべきなのかなどを徹底的に考えて実践するっていうような内容になっています。ということでアンティークコインオーナーズクラブの詳細は概要欄に添付しておきますので、そちらでご確認ください。ということで今回の動画は以上になります。いつもご視聴くださっている皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。